どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日は遊戯王マスターデュエルを遊ぶ上で絶対に知っておいてほしい4つのことについて話していきます。この4点を押さえていただければ遊戯王マスターデュエルの遊び方および進め方はバッチリだと思います。早速いきましょう。自分がデュエルする目的を決める。まず自分がどういう遊び方をしたいのか、これを目的を明確にしましょう。これが最優先事項だと思ってます。遊び方はまあ主に2つあると思ってまして、まず友達とワイワイエンジョイしたい、エンジョイ勢の遊び方、そして2つ目、ガチでやりたい方、ランク制もガチガチにやって勝ちにこだわりたいという遊び方、まあ、エンジョイとガチ、基本的にはこの2つに分かれるかなと思うんですが、自分が一体どちらのデュエリストなのか、これによって作成するデッキや集めるべきカードが変わるんですよ。なのでこの自分がこのゲームを遊ぶための目的をまずは明確にする、これを最優先事項だと思っていただければと思います。自分の使うデッキを決めよう。2つ目、目的が決まったら作りたいデッキを決めましょう。自分が組みたいテーマを、まあ、決めるということをですね、まあ、ブラックマジシャンを組むのか、まあ、エルドリッチを組むのかちょっとわからないですけれども、まずは自分が組みたいデッキのテーマを決めるということですね。自分が組みたいテーマのデッキはどうやって決めるかというと、自分の目的によって決めてください。まあ、エンジョイなのかそれともガチなのか、まあ、ガチであれば勝てないと意味がないですし、まあ、エンジョイであればね、自分が楽しければいいので、まあ、そういった、まあ、目的によって作りたいデッキをまあ決めていくということをですね。デッキが決まったら未所持カード込みでサンプルデッキを作ってください。これが非常に重要です。まあこうやって未所持カードはまあブラックアウト、ちょっと暗くなって、ね、表示されるんですが、未所持カード込みでいいので、自分が作りたいデッキのレシピを完成させること。これはなんでこれをやんなきゃいけないかっていうと、このデッキレシピをしっかり作成することによって持ってないカードを可視化することができます。何が何枚足りないのか、これが非常に重要で、まあ、デッキレシピはちなみにツイッターなどで検索すると出てくると思うのでね、まあ、そういったところを活用していただければと思うんですが、私も一応、幹部会っていうメンバーシップやってますんで、そこには貼ってます。なんですけれども、まあ、まずはデッキレシピを作成して何を何枚引けばいいのか、これをね明確にしましょう。欲しいテーマのシークレットパックを出現させよう。組みたいデッキが決まったら欲しいテーマのパックを出現させましょう。まあ、パックの出現方法、こんだけシークレットパックというのもありますし、まあ、ボーナスパックや、通常パックもあるんですけれども、まあ、こういったパックをですね、基本的には僕シークレットパックですね、このシークレットパックを出現させないと、デッキは組めないわけですよ。欲しいテーマの、出現させる、まあ、効率的な方法というのを、まあ、一応お伝えしておくんですが、まずですね、まあ、何でもいいので、パックを剥きましょう。まあ、一番おすすめは、まあ、この、うららのセットパックとかが一番いいですかね。このセット商品という、ここにある、まあ、春ララセットとか、まあ、ライトニングストームセットとか神の先行セットもいいんですけども、まあ、この辺を剥いてまずは、パックからカードを入手すると、まあいろんなカードがゲットできると思うんですけども、まあ、とりあえず N とかでいいです。あの N カードとかでいいので、まあ、砕きましょう。余っている N カードを砕く。例えば、まあ、これだったら今ちょっと5枚あるので、まあ、これ1枚分解しましょう。分解するとこのクラフトポイントというのが、まあ、もらえるんですね。でこのクラフトポイントを使って最初、一番最初は本当 N 生成でいいです。 N 生成、 N を砕いて、まあ、N を生成するクラフトポイントをこう使用して、あちらに分解は基本的にはクラフトポイントが10たまり、生成することによってクラフトポイントは、30減るんですけれども、まあ、要は3枚砕いて1枚作るみたいなイメージですね。で、この N を作るとですね、このミッションで、UR のクラフトポイントがもらえる、もうちょっと僕はもうもらっちゃったんですけども、ミッションが発生するんですよ。でそこでクラフトポイントをもらったら、自分が作りたいテーマの SR 以上のカードですね、まあ、基本的には UR クラフトポイントもらえると思うんで UR になると思うんですけども、 UR のカードを、生成する、まあ、SR のカードでもいいです。例えばこのレッドアイズフュージョンを生成したとしましょう。するとですね、生成したことによってパックが解放されます。そうしたら今度はこの自分が作りたいテーマのパックを周回していくという、こういう作業になるわけですね。これは基本的に SR 以上であれば出現する仕様になっているようです。
なので、まあ、SR でも UR でもいいんですけれども、まあ、最初の SR の方がいいかなと思います。 UR 玉は取っておいて、損はないと思うので、まあ、あんまりそのむやみにも UR 玉使うのは良くないんですよ。なので SR 以上をとりあえず、生成するか、まあ、もちろん欲しいテーマであればね UR でもいいんですけれども、 SR 以上をとりあえず生成してこのシークレットパックを出現させる、これが重要。テーマといっても例えばヒーローとかこういったテーマはすごく多岐にわたるんですよ。なので、まあ入手方法が例えばエアーマンであれば、まあ、始まりのヒーローというパックですし、ディアボリックガイであれば闇をまとうヒーローであるし、結構こういう風に多岐にわたってしまうテーマもあるので、まあ、そこは注意していただければなと思います。そしてクラフトする際は不要な SR や UR であれば砕いてしまっても OK ですが、本当に自分が今後一生使わないか、これだけは慎重に見極めてください。目当ての UR は死ぬ気で当てましょう。パック開封する時の注意点なんですが、まあこれガチ勢の方、エンジョイ勢の方、両方ともに言えるんですが、目当ての UR があったとしましょう。例えばタイタニックギャラクシーだとしましょう。これ UR です。これはですね、パックから必ず出してください。これなぜかというと、SR 以下のカードは生成かなり簡単なんですよ。例えば、フォトンオービタル、これ SR ですね。フォトンサクシュアル SR、この辺は生成が簡単です。なぜかというと、SR 以下は排出率が結構高いからです。提供割合を見ていくと分かるんですが、基本的に UR が 2.5%、 SR が 7.5%、 R が 35%、 N が 55% となっておりまして、 SR 以下は結構出ます。なので意外と余ります、不要なカードが。なので SR 以下は基本的にそんなには入手に困らないと思ってもらっても大丈夫です、クラフト込みでね。ただし UR のこの 2.5%、 これがクセモノで本当に出ません。排出率が非常に低いので、クラフトポイントももちろん不要なカードがたまりにくいということですね。つまり何が言いたいかというと、欲しい UR は素引きしてください。目当ての UR が引けるかどうかがこのゲームの全てと言っても過言ではありません。 UR も SR もそうなんですが、基本的に分解すると、まあ、10ポイント、そして生成すると30ポイントを、まあもらって消費するようになってます。つまりですね、SR を作るにも UR を作るのにも、3枚を砕いて、まあ、1枚を生成するみたいな感じになるわけですよ。なので全ての欲しい UR を生成していると非常に非効率です。したがって欲しい UR はすべき、覚えて帰ってください。で最後にガチ勢の方向けに、汎用カードの素引きは期待薄だと思っていただければと思います。まあ、例えば春うららや増殖する G などというカードは、これ入手方法が実はパックが限られてまして、マスターパックからしか出ないんですよ。でマスターパックの収録カードがあまりにも多いため、増殖する G や春うららといったカードを素引きする確率は非常に低いです。なので基本的にクラフトポイントは汎用に割くことになると思っていただければと思います。なので自分が欲しいテーマのカードはしっかりと素引きする、そして、クラフトポイントをこういった汎用カードに割いて、汎用カードをクラフトポイントで生成していくようなイメージで進めていただければと思います。 UR をクラフトできる数には限りがあると言っても過言ではないぐらい難しいので、課金以外だとねジェムが簡単にゲットできるわけでもないですから、なので自分が一体何の UR をクラフトするか、これはですね本当に慎重に考えてください。以上4つの大切なことでした。皆さんも良いマスターデュエルライフを。リュウでした。